皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の12月の29日火曜日ですね。時間が遅れまして、現在日本時間の10時4分ということで1時間ちょっと遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、先人たちの金融支配への警告と私の金融支配打破の方策と、これをナンバー1ですねということです。今日のワイワイニュースライブ通算で3141回目になります。ということで、今日の放送、火曜日の放送、最初は第1部ですね、私の情報発信活動ということで、昨日の放送、月曜日の放送、夜の放送には配信妨害がなかったということです。そして、テレビ放送、昨日の月曜日夜の日本語放送ですね、メインテーマは菅政権は全世界からの外国人の新規入国を28日から1月末まで停止と発表したが、在日米軍関係者の新規入国も停止されるのかという素朴な疑問を誰も発しないのはなぜなのかと、こういうテーマでしたね。で、それを YouTube 向けにですね、このように外国人の新規入国禁止、停止と、では在日米軍はと、そうですね、誰も言わないんですよね、これね。真っ先にどうなってんのと、こういうふうに新聞メディアは菅に聞くべきですよね。野口忍さんですね、コンティニューコイン2枚ですね、今夜もよろしくお願いしますということですね。それからキララカットさん、コンティニューコインが2枚ですね。そして今日の放送の前の砂ずきんさん、安倍前首相は潔く議員辞職すべきと、秘書は罰金刑で済まないと、日刊現代ですね。それから砂ずきんさん、変異種はすでに日本国内に侵入と、ワクチン、時期一点張りの日本政府は PCR 検査、抑制政策は変わらずと、なぜコロナ対策に失敗し続けるのかと、岩上泰美による医療ガバナンス研究所、あ、神さんですね、インタビューですね。それから砂ずきんさん、東芝3号機は核爆発と、本沢二郎の日本の風景と。それから砂ずきんさん、社説20年解雇、基地問題、安保の歪み露呈した琉球新報。から東京都新たに856人の感染を確認と、火曜日としては最多と、新型コロナウイルスと。から山口県岩国の米軍海兵隊基地、新型コロナ感染者は約70人にと、こういうアメリカ米軍の情報っていうのはほとんど入ってないんですよね。Kさんですね、コンティニューコインですね、ありがとうございます。ということで、今日の昨日のメインテーマをツイキャスト、それから YouTube で配信したということで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが137名、YouTube が72で、合計209名というふうになっています。そしてブログの、昨日の放送のメインテーマをブログ記事にして、今朝配信したということで、ですね、私の杉並からの情報発信ですというブログサイトから、あるいは、SNS、あるいはメール、メーリングリスト等々で、毎朝配信してるんですね。それと、それから、私のブログサイトへの、昨日月曜日の段階の訪問者数637名。
そして、ページビューが1539と、こういうふうになっています。それで今日のメインテーマですね、先人たちの金融支配の警告と、私の金融支配打破の方策と、ナンバー1。で先人たちの金融支配への警告というのは何回も、まあ、この間ずっと繰り返し、取り上げてますけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですね。で最初ですね、近代の銀行システムは何もないところからお金を創造しますと、その過程をおそらく、かつて発明されたものの中で最もびっくり仰天するような巧妙なものですと、銀行は不正の中で妊娠し、罪の中で生まれましたと、銀行は地球を所有していますと、彼らからそれを取り上げようと、彼らからお金を創造することをやめさせようと、しかし彼らはペンをちょっと走らせるだけで、またそれを取り戻す十分なお金を作るでしょうと。この強力な力を彼らからもぎ取ろうとすれば、鉱山のような大きな財産は消えるでしょうと。彼らは消え去るべきものなのですと。そうすればより良い幸せな世界になりますと。しかし、もしあなたがこのまま銀行に対し支払いを続け、奴隷のままでいるなら、銀行家たちはお金を創造し続け、クレジットを支配し続けるでしょうと。ジョシア・スタンプ卿というイングランド銀行の総裁を1928年から1941年に、勤めた人なんですね。なぜイングランド銀行の総裁がこんなこと言うんですかね。不思議ですよね。から2つ目、マネー研究は経済のあらゆる分野の中で真実を隠す、または真実から巧みに逃れるために、それが暴露されないようにわざと複雑になっている分野の一つだと。これは有名な経済学者ジョン・ケネス・ガルブレイスが、マネー When It Came, Where It Went 1975年の本の中で言ってることですね。からもう一つ、同じ本の中で、ガルブレイスは、銀行がマネーを作るプロセスは不愉快になるほどあまりにもシンプルだと。から4つ目、これからはアメリカの歴代大統領の言葉ですね。アメリカで起きているすべての混乱は憲法や同盟の不備、名誉が欲しいとか美徳からではないと。それは効果、クレジット、通貨の性質について人々が無知であることから起きていると。から次、5番目、銀行は軍隊よりも危険であると。もしアメリカが一度でも市営銀行に貨幣発行の支配を許したら、銀行は私たちの資産を奪い成長するだろうと。子供たちがホームレスになるまでと。これ当たってますよね。第3代合衆国大統領トーマス・ジェファーソンと。その前は第2代米国大統領ジョン・アマムズの言ったことなんですね。人々が無知だからと。アメリカで起きている全ての混乱は憲法や同盟の不備、名誉が欲しいとか美徳からではないと。それは効果、クレジット、通貨の性質について人々が無知であることから来ていると。これは第2代のアメリカ大統領、ジョン・アマムズと。そして、第3代の大統領、トーマス・ジェファーソン。銀行は軍隊よりも危険だと。もしアメリカが一度でも市営銀行に貨幣発行の支配を許したら、銀行は私たちの資産を奪い成長するだろうと。子供たちがホームレスになるまで。まさに今そうなんですね。6番目、通貨発行は政府の手に委ねられるべきであり、ウォール街の支配から守らなければならないと。国家の通貨とクレジットシステムを民間の手に委ねるという法律の規定に我々は反対すると。これ4代学習国大統領ジェームス・マティソンですね。
から7番目、両替商はあらゆる形の乱用、陰謀、詐欺、暴力手段を使って貨幣とその発行をコントロールすることで政府を支配し続けることを歴史が記録していると。第4代ジェームス・マディソンですね。で、8番目の警告、政府の費用を賄い一般国民の消費に必要な全ての通貨と銀行預金も政府は自分で発行し流通させるべきであると。通貨を作成し発行する特典は政府のたった一つの特権であるばかりか政府最大の建設的な機会なんだと。この原理を取り入れることによって納税者は計り知れないほどの 金額の利子を節約できると。それでこそお金が主人でなくなり人間が人間らしい生活を送るための召使いになってくれると。これ任官ですね、第16代。このために彼は暗殺されたということですよね。だ利子が今は日本では毎年9兆円のいわゆる国債費としての利子を民間銀行に払ったんですね、政府は。なぜならば政府が毎年200兆円もの、日本政府ですよ、自民党政権が毎年200兆円もの国債を発行して全てを民間銀行に引き受けさせ年間9兆円もの利子を払っていると。これを節約できるんです。すごいですよね、9兆円ですからね。から9番目、私は最も不幸な人間だと。私は愚かにも自分の国を破壊したと。偉大なる工業国家はクレジットシステムにコントロールされていると。我々のクレジットシステムは一点に集中化されていると。国家の成長、我々の全ての活動は少数の人間の手中にあると。我々は世界中で最悪の支配者の最も完全にコントロールされ統治された政府の一つになったと。もはや自由意見や信念を持った政府ではなく、また多数の投票で決まる政府ではなく、少数の人間に支配された政府になってしまったと。第28代合衆国大統領ウードロー・ウィルソンと。彼が1913年ですよね、無名の彼が突然民主党の大統領候補として浮上し、そして勝っちゃったんですね、大統領になった。彼の背後にはロシアと国際金融マフィアがいて、彼らが民主党の大統領候補として無名のウィルソンを擁立して彼に、100% 民間所有の中央銀行の設立を実現させるために、大統領選に擁立し、そして、勝たせたんですね。で彼は1913年にこの連邦準備理事会というわけのわかんない、100% ロシア領が所有している私有銀行をあたかも国立銀行として、法律として通しちゃったんですね。でウィルソン大統領は連邦準備法を成立させ、アメリカの中央銀行である連邦準備制度を創設したことで知られると。その彼が引退後に語った言葉と。遅いよというのね。で、同じウィルソン、騙されて私は国を裏切ったと。彼がウィルソンが死の間際、友人に連邦準備法を大統領の時に成立させたことについて、私は国を裏切ったと死ぬ間際に言ったということですね。から11、真実はあなたも知っているように、アンドリュー・ジャクソン第7代大統領の時代から大銀行がずっと政府を所有してんだと。これは32代のフランクリン・ルーズベルトの言葉ですね。そして次に、ジョン・ F ・ケネディ35代大統領、世界で最も自由な国はマネタリー問題が国をコントロールしないように、その問題をコントロールしなければならないと。これが先代の金融支配に対する警告なんですね。それじゃあ我々は単なる警告を聞くだけじゃダメだと。
金融支配を打破するためにはどうしたらいいかと。これはまあこの間私が主張している金融支配打破の方策なんですね。で今日は1からいくつ、7つか、一応方策ですね。1、経済学者はこの世の中に一般庶民の労働である実体経済とは別に実体経済の数十倍規模の金融経済が存在し、実体経済が生み出す価値を簒奪して破壊しながら日々拡大しているということを隠してるんですね。2つ目、実体経済とは我々一般庶民の日々の労働と生活そのものであり、人の役に立つ価値を生む経済だと。3、金融経済とは実体経済が生み出す価値を証券化して作り出した金融商品の差益を狙って売買するだけの人の役に立たない価値を生まない博打経済だと。4番目、現在我々が生活している社会は金融経済が実体経済の数十倍規模に肥大化した超金融資本主義社会であると。5番目、マルクスとエンゲルスは1848年発行の共産党宣言で万国の労働者は団結して資本家階級を打倒して私有財産制廃止を目指す共産主義革命による共産主義社会に移行すべきだと唱えたと。しかし共産主義革命によって実現したソ連、東欧、中国、北朝鮮の共産主義国家は政府批判を許さない共産党による一党独裁国家になったんだと。こういうことですよね。だからマルクス、エンゲルスの言ったことは間違いだということですよ。未だもっていわゆる左翼あるいは新左翼の連中は資本論がどうとかマルクスがどう言ったとかエンゲルスがどう言ったとかあるいはレーニンの革命論ではこう言ってるとかああだこうだ言ってますけどバカみたいですよね完全にインチキなんですよ。私もかつてはマルクスボーイでしたけどね。6番目、マルクスとエンゲルスが生きていた1800年代のヨーロッパは産業革命が勃興して資本主義の発展段階である産業資本主義社会だったと。その後資本主義の発展段階として金融資本主義社会となり、これがレーニンの帝国主義論の中の金融資本主義ですよね。そして現在我々が生活している社会は超金融資本主義社会と、こういう資本主義の資本主義そのものがある日突然革命によって、なくなって、理想的な社会主義あるいは共産主義社会になるっていうのは全くの大嘘なんですよね。資本主義社会っていうのは我々が資本物に依存する存在である以上ずっと続いてるわけでしょ。ただ変化するのは資本主義の発展段階、これが歴史的な発展段階として、変わっていくだけなんですよね。で7番目、超金融資本主義社会の誕生は1971年のいわゆるニクソンショックで金とドルの打艦停止によってロシアと国際金融マフィアが 100% の株を保有する米中央銀行、これがウィルソンが作ったでっち上げ中央銀行ですよね。これがずっと続いてるんですね。が金の保有量とは関係なく増刷した大量のドル紙幣を1、政府発行の国債引き受けから2番目、金融経済に投下できるようになったから超金融資本主義社会になったんですよね。それまでは金との打感がある、あるいは金本位性があるので、金に裏付けされた経済ということで、実体経済と金融経済の隔離は今ほど膨大な格差がなかったんですね。でもニクソンショックによって
金とドルの高後停止、要するに停止じゃなくて廃止ですよね。そうすると FRB が持ってる保有してる金の数量とは関係なくですね、彼らが欲しいだけドルをどん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 増刷すると。だからその1971年当時のドル札と現在のドル札の発行数というのはおそらく20倍以上でしょうね。ということは金に対して現在のドルの価値っていうのが1971年の価値の20分の1以下と、たった 5% ぐらいしか価値がなくなっちゃってると。なぜならばドル紙幣をすりに刷ってると。だからドル紙幣をすりに刷って、そして各国の円、日銀が円をすりにすると、ユーロ、ECB がユーロをすりにすると、そして、イングランド銀行、中央銀行がポンドをすりにするということで、金の裏付けなくして彼らが希望するだけの紙幣を増刷して、それを政府発行の国債の引き受け資金として、民間銀行に供給すると。で同時に直接中央銀行が、民間銀行を通して金融経済に、投下すると。こういうことが可能になって、その結果金融経済の規模が実体経済の数十倍規模、日本はおそらく20倍ぐらいだと思うんですね。でアメリカはおそらく50倍ぐらいじゃないですかね。イギリスも50倍ぐらいになるんじゃないですかね。で6番目、この超金融資本主義社会が世界規模で引き起こす現実とは一体何なのかと。これが現在我々が生活しているこの地球上で起こっているここ10年20年で顕著に現れる世界規模で引き起こされる現実ですね。一つは貧富の格差が急激に拡大していると。2番目、テロと戦争があらゆるところで勃発すると。そしてその結果大量の難民が発生すると。から3つ目、独裁者と独裁国家が登場して国民弾圧を激しくしていると。これは現在の中国もそうですし、プーチンのロシアもそうですし、からアメリカ、トランプもそうですよね。で日本もそうですよね。自民党の独裁国家になってるんですね。あるいはフィリピンとか、あるいはブラジルとかですね、独裁者が登場し国民弾圧を、苛烈な国民弾圧を平気でするような独裁国家が続々と登場してくるということですね。から4番目、地球温暖化による異常気象の発生ということ。で5番目、大量破壊兵器による人口削減と。だから今の新型コロナウイルスも一種の大量破壊兵器の攻撃と私は見てますけどね。で6番目、第3次世界大戦、全面核戦争の勃発の危機が増大していると。このようなことが超金融資本主義社会が生み出している、引き起こしている現実なんですよね。それじゃあそれを7番目、超金融資本主義社会終わらせ、資本主義の次の段階、共生共有人間資本主義社会と、まあ、私が読んでる次の段階に大転換する方策とは何かと。で1、超金融資本主義の根源である信用創造特権を廃止すると。これはまあいつも私が主張していることですけど、5つの信用創造特権が独占されていると。最初は中央銀行が独占している貨幣発行権、これを中央銀行を 100% 国有化することで
貨幣発行権を国民が取り戻すと、そして国民の生活と実体経済のみに使い金融経済には使わないようにすると、これがポイントですよね。から2つ目の信用創造特権、これは政府が独占する国債発行、これを禁止すると、で国の借金をこれ以上増やさないようにすると、これは絶対必要ですよ。だから政府が財政赤字になった場合は中央銀行から借金すればいいんですよ。直接国債発行しないで、民間銀行を通さないで、直接中央銀行から借金すればいいんですよ。そして、低利子、低手数料、無利子で借りればいいんですよね。そして、毎年定額を返済すると、これでいいわけじゃないですか。から3つ目、民間銀行が独占する無から金を生む準備預金制度を廃止すると、これはよく分かりにくいんですけど、これはまあ現在 の準備預金制度っていうのは世界各国ですね、準備預金の利率がずっと 1% なんですね。 1% っていうことは 1% を払って、預金者の預金を民間銀行が民間銀行が預金者の預金の 1% を中央銀行に預託することで、即座に信用創造として、架空の資金が創造されるという制度なんですね。それに高い金利をかけて、ありとあらゆるものを借金付けにするというのが現在の銀行制度なんですね。コンピューターシステムさん、国益は考えたいですねと。国益、まあ国益っていうのは国民の利益という意味では、まさに国民のための制度ですよ、これね。それから銀行と金持ちが永遠に声太る金利を廃止すると。そして日本の場合、特別会計というわけのわかんない、闇の財布を廃止し、一般会計に統合して 100% 透明化すると、こういうことで信用創造特権を廃止するということが超金融資本主義の源泉を破壊するんですね。では2つ目、金融経済に課税してその規模を大幅に縮小させ、我々の労働生活そのものである実体経済を復活させると、2つ目ですね。で3つ目、金融経済課税による新たな財源を使ってベーシックインカム支給、これは最低生活保障制度ですね、あるいは子ども給付金、あるいは教育の完全無償化、あるいはさまざまな医療とか介護とか失業とか等々の国民福祉のために、この金融経済課税による新たな財源を使うと。こうすれば金融支配から脱却できるんだと。で次の資本主義の段階、共生共有人間資本主義社会に大転換できるんだというのが私の持論ですよね。これこそが市民革命なんですね。というのが今日のメインテーマです。今日のメインテーマポイントだけアップしますね。先人たちの金融支配への警告と私の金融支配、打破の方策と。で先人たちの警告ですね、
砂ずきんさん、3つのメッセージですね。ありがとうございます。後で読ませていただきます。コンピューターシステムさん、足利銀行は北朝鮮と密約と噂された新銀行には韓国 100% 銀行で手数料が安い機能が設定していますが、審査が通れば異常に金利が安い、参考にと。で、足利銀行がそうですよね、北朝鮮への送金の窓口銀行だったと。もう現在はそれが批判されて、現在はそうなってないと思うんですけど、かつてはそうだったんですよね。で、これは1番。現代の銀行システムは何もないところは金を創造すると。信用創造。その過程はおそらくかつて発明されたものの中で最もびっくり仰天するようなものと。これですよ。これが結局中央銀行が独占している通貨発行権。金の裏付けのない通貨発行権で、紙幣をすりに刷って、で、それを政府が発行する国債の引き受けと、から金融経済へ、投下すると。そのことによって金融経済が肥大化して実体経済を破壊していくと。これがシステムなんですね。銀行は不正の中で妊娠し、罪の中で生まれたと。銀行は地球を所有していると。銀行からそれらを取り上げようと。彼らからお金を創造することをやめさせようと。これ全部入るかな？入りましたね。しかし彼らはペンをちょっと走らせるだけでまたそれを取り戻す十分なお金を作ると。で、この強力な力を彼らからもぎ取ろうとすれば、鉱山のような大きな財産は消えると。で、彼らは消え去るべきなんだと。そうすればより良い社会が、幸せな世界になると。しかし、もしあなたがこのまま銀行に対し支払いを続けるならば、銀行家たちはお金を創造し続け、クレジットを支配し続けるでしょうと。ジョシュア・スタンプ教、おそらく彼はこのイングランド銀行の総裁を辞めた後、自己批判的にこういうことを言ったんでしょうね。それからガルブレイス、マネー研究は経済のあらゆる分野の中で言葉を、真実を隠すと。または真実から巧みに逃れるために、それが暴露されないようわざと複雑にしていると。そうなんですよ。だから経済学は難しいと、複雑だと、おいうふうな装いを取ってるんですよね。実際はいわゆる詐欺システムですからね。砂ずきんさん、腐敗した銀行、カナダ12歳の少女、これ面白いですね。これまさに彼女は、なんでカナダの、カナダ政府は、カナダ中央銀行から
民間銀行を通じて借金してるんですかと。直接中央銀行、花田中央銀行から借金すればいいじゃないですかと。無利子でと。至極まともなこと言ってるんですね。もうこれ5、6年前のあれですよね。だから彼女、おそらく今大学生ぐらいになってるんじゃないですかね。経済学者、ガルブレイス。だ彼はあれですよね、有名だけどノーベル経済学賞を取ってないんですよね。真実を言ったから。銀行がマネを作るプロセスは不愉快になるほどあまりにもシンプルだと。同じガルブレイス。それからアメリカで、これ大統領のですね、起きていることのすべての混乱は、すべての混乱は憲法や同盟の不備、名誉が欲しいとか美徳からではないと。それは硬貨、クレジット、通貨の性質について人々が無知であると。そうなんですよ。マネーに関して無知なんですね。これ第2代ジョン・アマムズ大統領のこと。だから歴代アメリカの大統領って民間銀行が中央銀行を支配して通貨発行権を独占することに対してその危険性をよく分かってたんですよね。それから銀行は軍隊よりも危険だと。もしアメリカ人が一度でも、民間市銀行に通貨発行の支配を許したら、銀行は私たちの資産を奪い成長するだろうと。子供たちがホームレスになるまでと。まさに今そのものですよね。これ第3、これジェファーソンの言葉。ちょっとこれは文字数が多いと。ジェファーソン、それから通貨発行は政府の手に委ねるべきであると。ウォール街の支配から守らなければならないと。国家の通貨とクレジットシステムを民間の手に委ねるという法律の規定に我々は反対すると。これは第4代大統領ジェームズ・マディソン。それから両替商はあらゆる形の乱用、陰謀、詐欺、暴力手段を使って貨幣とその発行をコントロールすることで政府を支配し続けていると。このことを歴史が記録していると。これジェームス・マティソンですね。ジェームズ・マティソン。それから
政府の費用を賄い、一般国民の消費に必要なすべての通貨と銀行預金を政府は自分で発行し流通させるべきだと。通貨を作成し発行する特典は政府のたった一つの特典であると、特権であると。これリンカーンですね。そればかりか政府最大の建設的な機会なんだと。この原理を取り入れることによって納税者は計りしないほどの金利の金額の利子を節約できると。そうなんですよ、9兆円節約できるんですよ日本は。それでこそお金が主人でなくなり、人間が人間らしい生き方を送れるための召使いになってくれると。そうなんですね。これがリンカーン第15代、16代だ。私は最も不幸な人間だと。私は裏金も自分のこの国を破壊したと。偉大なる工業国はクレディシステムコントロールされていると。我々のこれウィルソンですね、裏切り者ですね。これそれから28代、騙されて私は国を裏切ったと。もうせえよと。真実はあなたも知ってるように、アンドリュー・ジャクソン時代から大銀行がずっと政府を所有していると。フランクリン・ルーズベルト。そして最後にケネディですね。世界で最も自由な国はマネタリー問題が国をコントロールしないように、その問題をコントロールしなければならないと。ケネディ。で彼はそうしようと思って暗殺されたんですね。じゃあ私の金融支配打破の方策、金融学者、経済学者はこの世の中に一般庶民の労働である実体経済とは別に、実体経済の数十倍規模の金融経済が存在し、ここまでですね、存在し、実体経済が生み出す価値を算奪し、破壊しながら日々拡大していることを隠していると。金融経済学っていう学問ないんですよね。実体経済学っていう学問ないんですよね。
それから実体経済とは、我々一般庶民の日々の労働と生活そのものであり、人の役に立つ価値を生む経済。で、一方、金融経済とは、実体経済が生み出す価値を証券化して作り出す金融商品の差益を狙って売買するだけの人の役に立たない価値を生まない博打経済と。で、現在我々が生活する社会は、金融経済が実体経済の数十倍規模に肥大化している超金融資本主義社会である。で、マルクス・エンゲルスは1848年発行の共産党宣言で、万国の労働者は団結して資本主義階級を打倒して私有財産制廃止を目指す共産主義革命によって、ここまでですね。革命によって共産主義社会に移行すべきと唱えたと。しかし、共産主義革命によって実現したソ連、東欧、中国、北朝鮮の共産主義国家は政府批判を許さない共産党による独裁国家であったと。ユートピアじゃなかったと。ではなかったということですね。で、マルクス・エンゲルスが生きてた1800年代のヨーロッパっていうのは、産業革命が勃興し、資本主義の発展段階である産業資本主義社会であったと。で、その後、金融資本主義社会となり、で、現在我々の超金融資本主義社会になる。じゃあ、超金融資本主義はどのように誕生したかと。これは私の主張ですけど、71年のいわゆるニクソンショックで金とドルの打感が停止になって、で、ロシアと国際金マフィアが 100% 株を所有している米国の中央銀行、ここがですね、ドルの通貨発行権を持ってますから、ここが FRB が金の保有量とは関係なく増刷した大量のドル紙幣を政府発行の国債の引き受けと金融経済に投下できるようになったと。ここから金融経済が爆発的に肥大化するんですよね。土山純一さんですね。お茶箱10ですね。それからコンティニーコインが2枚ですね。ありがとうございます。それじゃあ、この超金融資本主義が世界規模で引き起こしている現実とは何かということで、インプノさんの今まででないほどの差が急拡大していると、世界規模。それからテロと戦争が勃発して大量の難民が発生していると。これ今はなかったんですよね。から独裁者と独裁国家が登場し国民を弾圧していると。から地球温暖化と異常気象が発生しているということですね。から大量破壊兵器による人口削減、人が殺されているとコロナによって
180万人が殺されている。それから第三次世界大戦、全面核戦争の危機が、勃発の危機が増大していると。これが超金融資本主義が原因で、このような現実が起こされているということなので、それじゃあどうすればいいのかと。超金融資本主義を終わらせ、資本主義の次の段階、共有共生人間資本主義へ 大転換する方策とはどうしたらいいのかということですよね。で、1、2、3、1、超金融資本主義の根源である、源泉である、信用創造特権を廃止すると。で、中央銀行が独占し、中央銀行 100% 国有化し、通貨発行権を国民生活と実体経済のみに使い、金融経済に使わないようにすると。これ絶対必要なんですね。今金融経済と金持ちと大企業に使われていると。だから実体経済が全然成長しないですね。だから政府が独占している通貨発行、国債発行権を禁止し、国の借金をこれ以上増やさないと。信用創造なんですね、国債発行っていうのは。それから民間銀行が独占する無からお金を生む、準備預金制度を廃止すると。だこれは預金者の預金の 1% を中央銀行に預託すると、たちまち100倍の架空の資金、信用創造が生まれて、それに高い金利をかけて、銀行はありとあらゆるものを借金付けにすると。これをやめさせると。だ唯一民間銀行が融資する財源というのは、中央銀行からの信用創造じゃなくて、預金者の預金現金のみにするってことですね。特別会計を廃止し、一般会計に統合して 100% 透明化すると。これは日本独特の一般会計、隠されている一般会計。から2つ目、金融経済に課税して、その規模を大幅に縮小させ、実体経済を復活させ、実体経済中心の社会に戻すってことなんですね。価値を生む実体経済中心の社会に戻すと。それから金融経済課税によって、新たな財源をベーシックインカムとか子ども給付金とか、あるいは教育の完全無償とか、国民福祉の財源として使うと。こうすれば金融支配から脱却できますよというのが今日のメインテーマでしたね。時間が53分37秒ですね。17名様、全体で37名様、コメントが59件ということです。そして今日の何でしたっけ、推奨本か、これですね。鈴木啓子著、新天皇の時代は世界大崩壊の時代となると。これの今日は103回目、終章、2020年代日本国民が総決起するのろしが上がると。その中の大戦略の2ですね。日本国民は日本国の悪魔集団を打倒せよと。ここです。 1、2ページですね。さて、再度先の図表を見てほしいと。365ページ369ページと。今私たち普通の日本国民が現代日本国を投資して、近未来の日本国を国家再建に向けて動かすためにはどうすべきか。ここでは2つの年号を掲示すると。1、1868年、明治維新、明治と改元、一世一元の姓を定めると。1880年、日本銀行が設立されると。その背後情勢がいかなるものであるかは本書で繰り返し述べてきたと。
明治政府の背後にも日本銀行の背後にも地球社会階級が存在する。そのことに読者の注意を大きく喚起した上で、ここでは以下の2点を掲示すると。投資1、明治維新イコール地球支配階級は日本国の悪魔集団を組織したと。田伏システムですね、これね。から投資2、田伏マフィアか。現代日本国でも日本国の悪魔集団は生きていると。大日本帝国が壊滅して日本軍は消滅した。そして天皇は象徴天皇となった。大日本帝国の時代、日本軍と天皇荒人神は日本国民を苦しめたと。正確には天皇と日本軍は表裏一体の存在だったと。日本国民が両者に異を唱えることは絶対に許されないことだったと。日本国民は天皇と日本軍に苦しめられたと。だからそれらの消滅は良かったと言ってよい。だからそれらが消滅することになったのは日本国民の力によってではなく米国の都合であったことを忘れてはならないと。戦後の経済成長の時代、日本国では昔軍隊、今大蔵省と言われたと。つまり戦前には陸軍が日本国を支配していた。戦後は大蔵省が日本国を支配している。中高年の読者諸氏には右の記憶があるはずだと。だが戦後日本国を支配しているのは大蔵省だけではないと。そのようなピンポイントのものの見方では日本国、日本国民を支配する全体像が見えてこないと。経済成長の時代には大蔵省に注目が集まったかもしれないが、根本的に日本国を支配していたのはパラサイト役人集団なのだと。ここでいうパラサイト役人集団とは中央官庁の役人集団だけではないと。それには地方自治体の役人集団も含むと。彼らは幕末テロリスト集団の末裔だと。そのことの意味はわかるだろうと。彼らは今も存在する。戦後になって彼らの勢力は温存されたと。日本銀行も温存されたと。日本国、日本国民はどのように支配するか、体制は何も変わってない。袴集団1、日本銀行、その背後は欧州ロシア時計。袴集団2、パラサイト役人集団、彼らは幕末テロリスト集団の末裔組織と。私たち普通の日本国民が近未来の日本国を国家再建に向けて動かすためにはどうすべきかと。日本国民は右の2つの悪魔集団、日本銀行プラスパラサイト役人集団を打倒する必要があるということね。だから役人だけじゃなくて政治家ですよね。安倍晋三とか政治家が入ってないんですけど、自民党ですよ。自民党と、それから役人、それから背後の大企業経営者、そして、銀行、そして、それを支える学者とか御用学者とか御用新聞とか御用メディア。だからパラサイト役人集団というふうに絞っちゃうとダメだと思うんですね。もっと幅が広いんですよね、日本の支配階級というのはね。ということです。で、明日は水曜日で、明後日木曜日読むと、大戦略3、日本国民は日本銀行を打倒せよと。いいですね、これ。で、金曜日、元旦ですね。大戦略4、日本国民はパラサイト役人集団を打倒せよと。というところです。今日読んだところのをアップしますね。ここで今日読んだところが、大戦略、日本国民は日本国の悪魔集団を打倒せよと。ここですね。そして
コロナですね。NHK はなんか、あれですね、ニュースが間に合わなかったのかな。出てなかったですね。ですから今日は、AFP の日本語版、世界の最新情報として12月28日午後8時時点で死者が全世界で176万5千人になったというところですね。で、全世界では8068万人が感染していると。で、27日1日では7273人が死亡し、44万4千人が新規感染したと。で、死者の増加幅が最も大きいのはアメリカ1329、ロシア487、メキシコ480で、最も被害が大きいのはアメリカ、これまでに33万3千人が死亡、1913万人が感染したと。ついでに被害が大きいのはブラジル、死者が19万1千人、感染者が748万、インド、死者が14万7千、感染者が1020万、メキシコ、死者が12万、感染者が138万、イタリア、死者が7万、感染者が204万と。から人口10万人当たりの死者数が最も多いのはベルギー166、次いでスロベニア122、ボスニア・ヘルツコビナ120、イタリア119、北マケドニア117と、そういうふうになってますね。AFP のタイトルだけ。NHK がちょっと間に合わなかったですね。で、今日のトピックス、病床逼迫、大寒波、変異種、新型コロナが日本の正月を直撃と、日刊ゲンダイ。病床が逼迫してるから、正月中になんかで、救急の場合、救急医療を受けられないという危険性があるんですよね。病床逼迫。医療提供体制は深刻な状態だと。25日の厚労省の発表によると、コロナ感染用の病床使用率は23日時点で大阪67%、兵庫62%、群馬62%、高知60%、東京54%。で、病床逼迫が最も深刻なステージ4、爆発的感染拡大の指標50%以上を上回ったと。ステージ3の指標は25%以上は、4日時点で5都道府県だったが、23日時点では26都道府県で5倍以上に膨れ上がったと。病床が逼迫する中、コロナ患者が増えるとの予想もあると。26日時点での東京都の入院患者、宿泊自宅療養、調整中合計7000人。27日時点でのグーグルの予測は、12月24日から1月20日の28日間で、都の患者数は1日当たり最大1万2000人超と見込んでると。で、医療提供体制が手薄になる年末に患者急増とは踏んだり蹴ったりと。それから低温18%感染者増もということ、大寒波が来るということですね。30日頃から日本上空に強い寒気が流れ込み、大寒波が列島を襲う見通しと。寒波は年明けまで居座ると見られていると。気象庁によると、正月三が日の東京の平均の最低気温は1.4度か1.6度、今年はマイナス1から0度の予報と。27日の最低気温は5度程度で、正月は今よりも5、6程度低いと。それから変異種、英国で確認された感染力1.7倍の変異種ウイルスは世界各国に感染が広がっていると。日本でも空港検疫以外で
2人の感染が確認されたと。さらに27日英国滞在歴のある50代女性が帰国時の検査では陰性だったものの、その後陽性だと分かったと。検出検疫をすり抜けての確認で水際対策の限界が明らかになった。ウイルスが市中に広がっている可能性も出ていると。加えて日本の変種ウイルスが発生する懸念もあると。1日数万人の感染者が出ている欧米やアフリカに比べて日本の感染者数は桁が少ないので可能性は低いですが、日本国内で感染力が高い変異種が発生することも考えられると。水際対策に加えて日本で起きる変異にも警戒すべきでしょうと。英国はウイルスの遺伝子配列をしっかり調査していたので変異種を早期に発見できました。ところが日本の感染研などはウイルスの遺伝子調査や情報公開に後ろ向きだと。タイムリーにウイルスの変異情報を掴んで対応できるのか疑問だと。医療ガバナンス研究所理事長神氏よりによって年始年末トリプルパンチが直撃と。から2つ目、これはいい指摘ですね。フランス記者が酷評、菅首相は本当の記者会見をしたことないと。日刊ゲームですね。でこれフランスのリベラシオン紙のカリン西村記者50歳のインタビューなんですね。日本駐在歴23年と。首相官邸会見をどう見てますかと。8年近くの官房長時代、菅氏は文書を読み上げ即答できない質問には官僚がメモを渡していたと。総理になっても同じと。本当の記者会見をしたことがないのだと思いますと。会見と呼ばれるものではないと。自分の言葉で語ってないと。記者が事前に質問を伝えて官僚が作った回答の原稿を読み上げているだけと。それを記者は一生懸命カチャカチャとタイピングすると。ならば原稿を配ればいいと。厳しい質問には少し自分の言葉で切り出すが、あとはメモを読むのみ。安倍前首相よりひどいと思うと。フランスのトップの会見はどうなんですかと。大統領は数多く会見をしているわけではありませんと。一方的に話すことも時々あります。しかし大統領会見多いときは200人超の記者が参加し、事前の質問通告はなく、メモを読み上げることもないと。挙手する記者全員の質問が尽きるまで自分の言葉で答えると。それは政治家の仕事の一部なんですと。再質問禁止は報道の自由の侵害と。首相会見では不十分な回答に対して再質問ができないと。25日の会見でも記者の再質問を司会が止めていたと。本当にうんざりしますと。真正面から答えない側の逃げ道を許すこと、逃げ床を許すことになると。記者の知る権利を閉ざすもので、再質問禁止や報道の自由を侵害している。ただ記者側にも問題がありますと言いますと。首相の答えが不十分だった場合、次の記者が突っ込めばいいと。ちゃんと答えるまで記者が繰り返し問えば逃げられないと。記者も基準通りの質問に終始し、アドリブがないと。首相も記者も台本通りという印象と。報じ方にも問題がありますかと。一番印象に残っているのは、私が別室で音声のみ傍聴した2回目のグループインタビューですと。日本学術会議問題が主題でしたが、菅首相は10回以上繰り返し事前に用意したメモを読みましたと。質問に窮して答えられなかったのですと。異様な光景でした。この場面が最大のハイライトになるのに、ほとんどのメディアは発言内容を伝えたけど首相の困惑ぶりは報じなかったと。真っ当な会見するためには何が必要ですかと。棒読みで済ませられる菅首相は楽ですよ。首相に自分の言葉で語らせる会見するにはメディアが不満を持ち、もっと求めないといけませんと。事前に質問することをやめ、再質問も要求すると。メディア次第でフランス大統領ような会見が日本でもできるはずです。そうですよね。もう完全に出来レースなんですよ、これね。ひどいもんですよね。それから給付金を2000ドルに増額と、米下院で法案可決ということで、トランプが2000ドルに引き上げないと署名しないと言って、わざと引き延ばしてたので、結局署名したんですね。そして下院で、賛成275、反対134で、2000ドル増加したんですね。で問題は上院なんですよね。共和党が多数派を占めている共和党で、共和党が本来だったら反対に回るんですけど、
これほどこう切羽詰まった状況の中で、共和党の上院議員はおそらく、トランプの意向に反してですね、賛成するんじゃないですかね。から同じように米下院国防権限法案を再可決、トランプ大統領の拒否権を覆すということで、これもトランプが拒否権をして発動してですね、国防予算の大枠を定める国防権限法案を3分の2以上の賛成があると可決できるんですよね。いわゆる大統領の拒否権を覆すことができるということですね。これも上院でどうなるかですね。からトランプ氏に任用された高官が政権移行妨害と、ハイデン氏が批判と。ひどいもんだね。そして6番目、武漢で新型コロナ取材の市民記者、社会秩序糜爛罪で懲役4年ですって。元の弁護士の女性ですよ、これ。もう徹底的にあれですね、弾圧するってことですね。で、今日の注目情報、コラム狙撃兵、異次元の大嘘つきと、長州新聞、安倍晋三ですね、大嘘つき。それから今日の重要情報、高須委員長が村上春樹の政権批判に、日本人ですかと差別丸出し攻撃を仕掛け、批判殺到と、大村知事リコール運動も不正発覚ということで、88割の署名が偽造されたんじゃないかと言われてるんですね、高須。とんでもないね、こいつは。ということで、フランス記者、これ日刊現代のこのインタビューは、なかなか参考になりますよね。日本の首相官、あの会見なんか見てると、それが当たり前だと思うんですけど、欧米、特に、アメリカとか欧州の首相とか大統領記者会見と比べればですね、異常なんですよね、これね。すべて出来レースと。から CNN ニュース、2000ドル、600ドルが2000ドルになったと。それから米下院が国防権限法案を再可決と、トランプの大統領拒否権を3分の2以上の賛成で覆しちゃったと。だからトランプの恩赦も3分の2の賛成で覆すことできないんですかね、これ。からトランプ政権で任用された高官がですね、ハイデン氏の政権移行チームとの情報交換を妨害していると。から武漢で新コロナ取材の市民記者を懲役4年ですって、社会秩序糜爛罪ですって、なんでもありだね。まさに香港でやってることを全く同じですよね。そして、コラム、安倍晋三の異次元の大嘘つきと、異次元なんですね、これね。こんなのが毎回、なんで10万票も、選挙区4区、山口4区で、10万票も得て、国会議員になって、首相にもなっていること。選挙民は一体誰なんだと。安倍に1票、入れた選挙民の顔みたいですよね、10万人。ということで、今日の火曜日の放送はこれで終わりですね。1時間と14分ですね。
ということで、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのコメントと、たくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。同時期で19名様、全体で48名様、コメントが69件ということで、現在日本時間で23時、午後の夜の11時19分ですね。ということで、今日の放送は終わりです。明日水曜日は普通日後放送ですので、まあ、9時半までには放送開始できると思いますので、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。